さようアルモテアルモテー続いては大輔で小6年になりました祖父江大輔放送席、そして名古屋ドームにお越しの皆さん、アルモンテ選手、そして祖父江投手にお越しいただきました。まずはアルモンテ選手、ナイス決勝タイムリーでした。チームは4連勝、カープに3連勝、このカープ戦カード勝ち越しを決めました。試合はしっかりリリーフに捧げていけるように頑張っていきたいと思います。落ち込まれ。残り試合期待という言葉がありました。総合投資家の最後にお願いします。リリーフもそうですけどチーム一丸になって、CS に進出できるように頑張っていきたいと思います。落ち込まれよ。ライフピッチング総合投資としてアルモンテ選手でした。おめでとうございました。I'm not sure if you're going to be able to do it.
か僕らをじっと死にさせる。いいぞ頑張れ。